こんにちは、リリーです。さて今回なんですけれども、先日当チャンネルのチャンネル登録者様が1500人を突破いたしました。ありがとうございます。すごい。1500人ってめっちゃすごくない？なんか、いや、私ね、田舎に住んでるんで、周りに人が1500人もいないんですよ。まあ、なので、まあ、あるとしたら、阿波踊りの時ぐらいですかね。普段はほんまに周りに人がいないので、1500人ってめっちゃすごいなって思って、なんかね、達成した時には、こう、思った以上にめっちゃ嬉しかったです。いつも本当にありがとうございます。ということで、今回は、1500人達成ということで、最近私のことを知ってくださった方も多いかと思うので、ここで改めて自己紹介をさせていただきたいのと、こちらいつものように1500人ありがとうということでデコをしていきたいと思います。そして最後にこちらお手紙をね、書いたので読ませていただこうと思います。ということで、よろしければ最後までご覧ください。それではまず自己紹介からしていこうかなと思うんですけど、あんまり長々とやっても興味のない方に申し訳ないので、こちらキッチンタイマー、そう、こちら1分で今回自己紹介をしたいと思います。小学校の頃に何かの授業で1分間前に出て自己紹介をしてくださいみたいなのがあったなというのを思い出したので、今回やってみようと思います。ちなみにこちらね、もう何年も前におそらく100均かなんかで買ったやつで、もうここの蓋もないぐらい年季が入ってるんですけど、多分動くと思います。それでは早速始めます。用意スタート。こんにちは、リリーです。徳島県生まれ、徳島県育ち、現在も徳島県で住んでいます。ということで、この独特な方言は徳島の阿波弁というものです。なんか関西弁に似てるんですけど、ところどころなんか独特な感じがするかなと思うんですけど、これもね、面白がっていただけるとありがたいなと思います。私は先日10月5日にお誕生日を迎え、無事にアラフォーに突入いたしました。ただ元気に頑張っていきたいなと思っておりますし、いつまでたっても可愛いものは好きなので、これからも変わらず可愛いものをめでて、可愛いものを紹介して皆さんに共有したいと思っております。そして最近私がお気に入りのペンはジュースアップのグロッシーなんじゃらです。こちらは書いたらキラキラってなって、わあめっちゃ可愛いってなるのでおすすめです。皆さんも買ってください。ということで、これからもリリーとリリーの本枠文具機構をよろしくお願いいたします。いいんじゃないどう、いいんじゃない、結構良くない。いや、なんか若干2秒ぐらい余ったけど、いやでもいけてるんじゃないかな、多分。よし、ということで、じゃあいけたってことにして、いけました、わかりました、皆さん、私リリーです、よろしくお願いします。ということで終わったのでなんだろう、これこんなんでいいんかな、ちょっとね、こちらのデコに入っていきたいと思います。これね、デコしながら、まあいろいろお話できたらなと思うので、引き続きよろしくお願いします。そういえばごめんなさい、ここに謎に置いてあったこれなんですけど、なんかビレ版に行ったらこんなんがあって、ちいかわちゃんのフィギュアキーホルダー、これめっちゃ可愛くないですか。私ちいかわちゃん推しなんで、これを狙ってちょっと重そうだなっていう箱をこうね、なんかなんとなく持ち比べたりとかして選んできたんですけど、なんと見てください、皆様、これ文具関係ないけど当たったんです。これめっちゃ可愛くない、ちょっと開けていいですか。開けました。なんか言ってます、ピピポピポピって言ってます。ちょっとこれが何のシーンなのかわかんないけど、すごいちいかわちゃんが2人もいて幸せです。本当になんか1500人のお祝いにぴったりだなというこの可愛さ、ドアップで見てください、ピントが合わない、可愛い、本当に嬉しかったです。これをご紹介したかっただけです、失礼しました。それではこちら、いつも通りこの M6 のリフィルにデコをしていきたいと思うんですけど、これね、この間動画でもご紹介した可愛いシール、これ一部ちょっと使ったりはしてるんですけど、こうほぼそのまま置いてあったので使いたいなと思って、で特にこの2つ、こちらのうさぎさんってなんかちょっと特別な感じがねして可愛いなって思ってたので、これをちょっとメインというか主役に組み立てていきたいなというふうに思っています。とりあえず作戦としては、このシートをメインにいくつか貼っ
って、この隙間が空いたら、なんかこの辺を貼っていこうかなという目論みで動いていこうと思っていますので、ちょっとねこちら貼りながらお話ししていきたいなと思うんですけど、いやーなんか1500人っていうのはさっきもね言ったんですけど、めっちゃ素晴らしいことやなって思ってすごいね嬉しかったんです。結構ねこれ1500人行くまでにまあ時間がかかったというか、1490人ぐらいからなんか伸びが微妙というか、なんかこう行ったり来たりみたいな感じで、あーなんかまだかまだかっていう、それでなんか1499人からなかなか動かなくて、丸1日ぐらい動かなかったんで、なんかわーいつなんだってなってました。そう、結構 YouTube やってるとなんかねそういう壁的なものっていうのが出てくるんです。不思議と、すごいなんか不思議なんですけど、なんか明確にうわ壁があるぞみたいな時があって、なんかねそれにねぶち当たりながらやってまいりました。こうやってちゃんと1500人達成できたということで、すごくほっとしましたし、なんかねさっきも言ったんですけど、めっちゃ嬉しかったなって思います。思い返してみると、私 YouTube を始めたばっかりの頃ってほんまにね、なんか自分のおしゃべりに対して自信が全くなかったんですよ。それがね今ではこんな風にね1分間で自己紹介って言ってね、うわーっておしゃべりできるようになったりとかしたので、それもねやっぱり YouTube もう2年経ったんですけど、その続けてきた成果かなっていう風にも思いました。そしてやっぱりね何よりも YouTube をやってきてすごい良かったなって思うのが、もう本当にね優しい視聴者様に恵まれて、そのおかげでずっと私自分に自信がなかったし、それはねおしゃべりだけじゃなくて本当になんかこうあらゆることに自信がなかったのに、自信を持たせていただけたというか、すごいなんか皆さん優しくていっぱいなんか褒めてくれるんです。動画がね楽しかったよとかって言ってありがとうみたいに言ってくれたりとか、いやでもほんなんこっちがありがとうじゃないですか、どう考えても。いやだってね皆さんお忙しい中私の動画をねこう見ようと思って見に来てくださって、本当にもうそれだけでも嬉しいのに、こうねなんか動画楽しかったありがとうって言ってくれたりとか、なんか面白かったとか参考になりましたみたいな、すごいなんか丁寧に言ってくださったりとか、高評価ボタンを押すのもまあ正直ねめんどくさかったりするかもしれないのにピッてね押してくれたり、そしてねまた見ようと思ってチャンネル登録してくれたりっていう、その一つ一つのことが本当に嬉しくて、こうね1500人って今から書くんですけど、なんかそれも嬉しいなと思って、だって1500人ってすごいですよ。さっきからそれしか言ってないですけど、すいません、おしゃべりに夢中になってこれが逆になりました、ごまかしますということなんですけど、本当になんか YouTube 始めたばっかりの頃って私ほんまにね1500人とかって想像できなかったんですよ、全く。これポッチもまあそんな私がね1000人目指しますとか言って1000人ね達成させていただけたり、そしてその後もねチャンネル登録をしていただけたり、たくさんのチャンネル様がある中で見つけていただいてね、継続して見てみようって思ってもらえた方がいたっていうことで、やっぱり1500人というね数字に達成できたって思ってるので本当にありがとうございます。それではねまだまだ話し足りませんが、ちょっと字を書いていきたいと思います。はい、ということでできました。こんな感じで1500人ありがとう、こんなにたくさんの方に見つけていただけてすごく嬉しいです。いつも一緒に手帳や文房具を楽しんでいただきありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いいたします、ということで書かせていただきました。ということでこちらに閉じていきたいと思うんですけど、これねライフオーガナイザー、ここがねすごい寂しかったので、ほぼ日を買った時についてきたノートを入れてみました。このような感じで A6 サイズのノートぴったり入ったし、このね表紙がこのピンクと合っていてすごく可愛いなと思って気に入っています。ということでこれもね
もうね、毎回のお決まりみたいになってるんですけど、このね、積み重ねを感じることが大好きで、もういつもなんかめくっちゃうんですよね。あーなんか、あーこんなんがあったなみたいな、すごいなんかワクワクしながらこうめくっちゃうんです。ね、1400人、そして今回が1500人ということで、本当にありがとうございます。閉じます。閉じました。1500人、ありがとうございます。ということで、最後に大好きな皆様へということで、お手紙読んでいきたいと思います。ちなみにこちらはね、事前にコミュニティの方にお写真もアップさせていただいたんですけど、今回は改めてと言いますか、せっかくなのでね、読みたいなと思います。いや、でもなんか書いてあることを読むのって緊張するんですよね。なんでしょうね。いつも台本なしでやってるので、なんか、心のままに喋ってるっていうところがあって、そう、未だになんかこういう読むの苦手です。そう、でもこれもね、3年目に突入した、そう、3年目に突入したんですよねって考えるとめっちゃすごいけど、3年目に突入したからにはこういうことにも慣れていって、なんかすごい YouTuber になりたいと思います。自信がないのが伝わってしまう。いやでもね、気持ちを込めて読めばいけると思うんで、では読ませていただきます。大好きな視聴者様方へ、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この度当チャンネルはチャンネル登録者様1500人を達成いたしました。たくさんの素晴らしいチャンネルがある中、私のチャンネルを見つけていただき、好きになってくださって本当にありがとうございます。ここに至るまでに悩んだことも迷ったこともたくさんあったけど、どんな時でも温かく見守ってくださり、時に明るく優しいコメントや DM などをくださった皆様のおかげで、ありのままの自分でここまで歩むことができました。私の進むスピードは他の方と比べると決して速くはありません。しかし、止まることが少ないと書く歩むという文字のように、一歩一歩を大切に、そして皆様一人一人への感謝の気持ちを大切に、自分のペースで進んでこられたと思っています。ここまで一緒に歩んでくださった皆様のことが本当に大好きです。いつも本当にありがとうございます。これからも私らしく手帳や文房具の魅力をお伝えしてまいります。どうか今後も変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。ということで、書いた日が令和6年の10月2日リリーということで、読みました。緊張した。いや、なんで緊張するんでしょうね。ね、自分で書いて読むだけなのに不思議なんですけど、いやでもそうですね、やっぱりこのお手紙の中に言いたいことは全部詰まっていたので、今回読ませていただいたんですけど、こうやっぱり YouTube をやっていると他の方とどうしても比べてしまったり、自分のやり方っていうのが本当にこれでいいのかなとか、なんか他にね、素敵な YouTuber さんがたくさんいらっしゃるからこそ、他の方をリスペクトしすぎてしまって、私もあの人みたいにこうやった方がいいのかなとか、なんかもっと落ち着いてやった方がいいのかなとか、なんかいろんなことをね考えてしまったんですけど、その度にやっぱり視聴者様からいただいた言葉っていうのを思い出していて、なんか私が変なこと言ってもなんか面白いって言ってくれたりとか、そういうね、なんか優しい視聴者さんがほんまにいっぱいあって、なんか幸せやなって思うし、この幸せはもう私だけのものだって思うし、もちろん私よりもチャンネル登録者様の数が多かったり再生数が多かったりっていうようなチャンネルはたくさんあるし、そういった方の方が数として見た時にたくさんの応援をいただけているかもしれないけど、私はなんか今私に対していただけているこの言葉であったり気持ちであったり、そして温かく見守ってくださる皆さんの存在であったり、そういったものが一番大事だなっていうことに気づけた期間でもありました。1000人達成するまでは1000人達成するぞっていうような強力なモチベーションがあって、それでなんかやってこれたというか、更新頻度を高く保ってこれたみたいなところもあったんですけど、正直1000人から1500人っていうところで、こう自分の生活が少しやっぱり変わったっていう部分もあって、更新が少なくなったりとかしてしまった時期もあって、まあその時期が正直一番悩んでたかなと思うんですけど、それでも1500人達成してみて、やっぱりね、その更新が止まってしまった時期に、まあ正直ちょっと
やめよっかなって思ったこともまあなくはないです。まあ正直ね、あんまり私嘘つけないので言っちゃうんですけど、やめよっかなってちょっと思ったりもしたけど、いやでも続けてよかったなって今本当に思ってますし、ここまで続けたからこそこう皆様からいただいたもう温かい言葉とかお気持ちだったりとかっていうのがもうより身に染みて、なんかもっともっと感謝を返していきたいなって思ったし、もっともっと可愛い手帳とか文房具について共有したいなって思いました。ということで、まあね、これからもまだまだ至らない部分たくさんあると思いますし、こうおしゃべりもね独特な部分もあるかと思うんですけど、いやでもここまで見てくださった方はきっとね、そういうなんか私のおしゃべりとかそういったものもまあなんとなくそれとなく楽しんでくださる方かなと思うので、これからもねなんとなくそれとなく楽しんでいただき、そしてねもし動画が楽しかったら高評価ピッて押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいし、本当にモチベーションにもなります。そしていただけるコメントお一つお一つも大切に読ませていただいていますし、その嬉しすぎて返信がそのいただいたコメントのなんか 1.5 倍とか2倍とかになる時があるんですけど、そんな場合でも引かないでください。これほんま昔からなんですけど、コメントをいただいて嬉しいなって思って丁寧に返したいなって思った結果、すっごい文章が長くなっちゃうので、そこはねご了承いただければと思いますし、今後多分改善されない部分なので、もうこれがリリーだなと思っていただければ幸いです。なんかものすごく喋ってしまいましたが、本当に皆さんいつもありがとうございます。これからはね1500人から2000人という道を歩き出します。ただそんな中でも焦らず、やはりこの手紙に書いたように自分のペースで一歩一歩、そして見てくださる方お一人お一人を大事に、私らしく今後も続けていきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はこちら、先日チャンネル登録者様1500人を達成いたしましたので、1分間自己紹介、1500人ありがとうでこ、そしてありがとうのお手紙を読ませていただくという3本立てでお送りいたしました。この動画が良かったよという方や、今後も応援するよという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。コメントもお待ちしております。それでは今回はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ほなまたね、バイバーイ。